やべくん、キラくんから手紙が届きました。マジで？おお、やばい。二の絵、そっちはちょうど桜が咲いているんだろうな、うん、こっちはまだ寒いんだよ。寒いんだな。朝起きるのが結構きつい。いらしいな。少しずつアメリカの生活にも慣れてきた。言葉もそんなに困らないし、周りにいる同じ病気の患者の人も親切にしてくれるから大丈夫だよ。だけどやっぱり飯だけは合わないな。空港でニノが渡してくれたおにぎり、あれすっげーうまかった。こっちにおにぎり送って。すげーうまかった大好きなキラ君へ。またまた手紙書いちゃいました。こないだ矢部君が、俺のヒーローはキラなんだ、だからあいつが主役の漫画を描くって言ってました。書いたらキラ君に送ってくれるそうです。期待して待っててくださいね。そうそう、それとビッグニュースがあるんです。なんと矢作さんと矢部君が付き合うことになったんですね。ビッグニュースでしょ。私もびっくりです。あの二人が付き合うだなんて。二の絵、前の手紙から時間経っちゃったね。たくさんの手紙ありがとう。いつも夜になるとニノが送ってくれた手紙を読み返してるんだ。するとね、すごく勇気が出てくるんだ。ニノ、来月に手術することが決まりました。ニノ、心配しないでね。俺は絶対帰るから、必ず帰るから。ニノの笑顔をもう一度見たい。ニノと一緒に手をつないで学校へ行きたい。ニノを抱きしめたい。また手紙書きます。神様お願い、キラ君を助けて。